愛してみなくちゃわからないの同じ多いパーキン。事故があって大井ふ頭まで逃げてきました。で今これだけ並んでます。でこれから車の説明をします。この車の一番いいところは、一番いいところは軽量化ですね。とりあえずパワーステーエアコンとかオーディオとか、まあ、一切ないんで、でこれでレースもやってるんです。あとですね、ありがとうございます。この車の一番いいところはターボタウン、この車の一番いいところは何ですか。これはエンジンを
ありがとうございます。グリーンボトル。グリーンボトル。ありがとうございます。この車の一番頑張ってるところはどこですか？そうですね、エンジンスタッフですかね。エンジンスタッフ、はい、でしょ。これはエンジン何に変えてるの？ D16A です。 D16A、 はい。一応ブロック同士で、あ、大きくなってる。えブロックが大きくなる？いや、ボディ同速です。あ、ボディ同速か。だから、なるほど。ありがとうございます。なんか売りは、一番ここを頑張ってるみたいなところがあれば。 SJDM SJDM ベースコーンバージョン B18C スティックシフトサンループハードドロップ。ありがとうございます。はい。こちらの車の一番頑張ってるところは何ですか？動作速度の古いホイールが。あ、はい、一番です。あとは特にありません。もしよかったらフード開けてよ。ジャパニーズオールスタイルホイール。変えてるところとかありますか？ターボキスコと、あの燃料系は全部。あとは汚くしました。このぐらいです。わかりました、ありがとうございます。どうもこんにちは。あ、こちらの車の一番頑張ってるところは、B16B に向かえてます。じゃあどんどん開けてくださいもう。チラッとで、これは D1 号から B16 に乗せ替えるってことですね。そうですね、わかりました。でもこれ他あと何かやってるところとかないんですか？あとはパイプマフラーが。パイプマフラー、はい、パイプマフラーストレートマフラーが入ってます。こちらがストレートマフラーです、ね、ストレートマフラーです。自分で作られたんですか？いえバーフで、バーディークラブで。バーディークラブ、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、どうも。こんばんは。こちらの車の一番頑張ってるところは、一番頑張ってるシートがないことですか？後ろのシートなくてパイプ組んじゃったぐらいですね。パイプ組んで、はい、もしよかったら中見せてください。中が軽量だな。インテリアはもう全部出たら難しい。次はオーディオ。これからもっとなんかやっていくんですか？後ろはオーディオを
はい、全部通って、全部通っちゃって、次はオーディオシステムを入れるということですね。わかりました。どうもありがとうございます。
。